おはようございます、釣り子 TV です。久方ぶりの戸面原ダムにやってきてみました。相変わらずね、いっぱい魚が釣れているっていうのと、あとはね、安定して乗れる14フィートのボートなんかもね、最近、装備されていよいよ充実している戸面原ダムなんですけども、今日はね、いろいろ試したいルアーがあるのでやってみたいと思います。やっとい、イエーイ、さすが戸面っぱらねえ、デプスのスイートキラーに来ましたよ。小ぶりだけどね、嬉しいですね。ピッピッピッってね、泳がしていたら急にこうルアーの軌道が変わって、魚がついておりました。はい、こんな感じでね、ちょこちょこ動かしてたら夏でも食い上げてきてくれますよ、スイートキラー。ほいでね、タックルはこんな感じ、ダイワのタトゥーラエリートに、ダイワのジリオンね、この組み合わせで、でね、これラインスラックの小倉さんシステムね、PE ラインの4号にこれね12号ぐらいかな、すんごい太いね、リーダーをつけて、でカバーに入れてもね、引っかかってもバシバシってね回収することができる、こんなタックルでやってみております。じゃあ頑張ります。釣った時に反対側が超絶ボイルしてたんで、たまにタイミングでそんなことが起こるっていう感じなのかな。こっち側の釣れたところはね、何のもシーンとしてたんだけどね、結構ねスイートキラーだと大きいのかななんて思ったけど、こう水中で断続的にドッグウォーク刺してたらね、こう霧もみクッってね、急にルアーの巨体が消えてね、たまにボイルも起こってくれるんだ、嬉しいな。朝は表層とかでもね食ってくれそうだけど、ちょっとね日が昇っちゃったから、着水したら少しくるくるくるって巻いて、少し潜らせてからね、こうぐるぐるって巻いてから基
チョンチョンチョンって感じが、日中の今ね、もうお昼前ぐらいなんだけど、食い上げさせるのに使いやすい感じじゃないかなって。ダーッと回ってきて初めてね、なんか動きがすごいある、そんな感じのエリアに到着した感じですね。多分スクールでいて何かいいベイトが差し掛かった時に一気に食い上げてるとか、そういう感じなのかな。はい、というわけで帰ってきました。久方ぶりのトズラパラダムね、行ってきたんですけども、いやーなんかね、やっぱりこういう釣りたいルアーで釣りたいなーなんていう時はね、トズラパラダムかなーね。せっかくねこれあのデプスのウェブメンバーで手に入れたんだけど、なかなかね、投げる機会がなくて、どこで使おうかなと思ったら、やっぱりトズラッパラダムでしょうっていうことでね、投げてきました。まあ、でも状況としてはね、ちょっとライトリグなんかでいっぱい数釣りしたいななんていう、そんな状況だったんですけどね。まあ、最近結構ね、雨が降り続いたりして、で、まあ、水深もね、満水に近くなっていて、もちろんね、ライトリグなんかもね、要所要所で多分ボコボコに釣れると思うんですけども、こういう感じのハイアピールなルアーをね、テンポよく入れていってってね、そういう感じにしたらね、すぐね、魚が反応してくれたっていうことで、まあ、小粒なサイズだったんですけども、ちょっとね、下に沈めるとなかなか反応しない中で、これをまあ、表層に入れて、クイックイックイックイってね、アクションさせていたら、下からふわーんってね、浮いてきて、ふわってね、ゆっくりとね、食いついてくれたんですよね。なんかね、ちょっとじーっと見る時間があって、お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 、なんて思ったらね、躊躇なく食いついてくれたっていうことで、いやー、これね、面白いルアーだな、ね、また投げてみたいななんていう風に、そんな風に思わせてくれる展開でした。で、引き続きですね、この後もいくつかちょっと釣りたかったルアーでね、釣れたりはしたんで、そこもね、ちょいちょいね、動画にまとめてアップしていこうと思うんですけども、まずはね、これね、買ったっきりね、本当全然投げれてなかったんで、まあ、バス釣りではね、初めてね、投入してみたって感じかな。したらね、速攻反応が来てくれたんで、まだね、これから秋のシーズンなんかこの手のね、釣り、すごい効くタイミングだと思うんで、どんどん投げ込んでいきたいと思います。ちょっとね、思ったより上のレンジでね、丁寧に泳いでくれるルアーだなーなんていう印象だったんで、まずは吊るしの状態で使ってみたんですけども、ちょっとね、この腹のあたりにウェイトなんかを貼ってみて、もう少し、一段下でね、クイックイってできるような感じで、今度使ってみようかなとかね。まあこの後ろのね、ワンポイントというかこのね、チャートに塗られたところとか、本当ね、遠くにあってもね、視認性が良くてね、非常に、使いやすかったです。はい、というわけで、本日の釣りコー TV はこちら、デプスのウェブメンバーね、限定で手に入った、デプスのスイートキラー。これをね、トズラッパラダムで投げてみたところ、バスが反応してくれて、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。また会おうぜ。